無印スタンドとは、ブランドを掲げずに営業を行う給油所のことである。厚生取引委員会によれば、日本国内の SS において、ガソリン販売業者は、石油元売りマークを掲げる、系列 SS と、エネルギー商社等が展開する、プライベートブランドによる、PBSS 及び本校で開設する蒸気の、無印 SS に分類される。日本国内で流通しているガソリン、軽油。 灯油は、石油元売りから、系列特約店及び系列販売店に対して、特約店契約に基づいて、系列 SS に供給されるガソリンである、系列玉と、連産品として発生した余剰在庫であり、ノーブランド品として流通するガソリンである業を、天玉に分類される。石油元売りと特約店契約を結んでいる、系列 SS では、全社の系列玉を扱い、 そうでない PBSS や無印 SS は主に後者の合天玉を扱う。なお、内需縮小に対応して、石油元売り各社が生産能力を削減して、合天玉の流通量が減ったために、大手の PBSS 系列では、石油元売りの系列に入る例が増加している。下記のような場合に、複数の SS を事業展開するまでは至らず1店舗だけの経営である場合に、 無印 SS としてとして営業されていることがある。石油元売りの卸売価格の決定には2つの方式がある。1つは、主に中小の系列特約店向けのエリア主教リンク方式で、元売りが地域ごとにガソリンの末端販売価格をもとに基準価格を定めて、そこから系列特約店等の販売量等に応じて数量割引額等を差し引いて、 卸売価格を算出する方式である。もう一つは、主に大手の系列特約店向け系列玉屋号、天玉向けの RIM リンク方式で、リム情報開発が公表しているガソリン価格である RIM 価格を指標として、卸売価格を決定する方式である。系列特約店向け系列玉と、商社等向け業天玉の卸売価格には、 1>, 1リットルあたり3円から8円程度の価格差がある。しかしながら、それは合天玉として流通したガソリンの品質が悪いということを意味しない。結論から述べれば、系列 SS と無印 SS で供給されるガソリン、軽油、灯油の品質は全く同等である。実際、系列玉も合天玉も国内の元売りの どの系列同じ貯蔵タンクから組み出したものである。レギュラーガソリンはもちろんだが、各、元売り系列ごとに独自性能を宣伝して販売してきた廃屋区ガソリンにおいても2000年頃から輸送所の共同利用や共同配送及びバーター取引をしている。そいて、石油元売り各社は他社製と混合したイオクを SS に出荷していた。一方で、特約店に対しては、 他社製ガソリンとの混合販売を禁じてきた。この行為は、指摘特選の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触すると、公正取引委員会は警告している。およそ20年にわたって隠蔽されてきた。この事件は2020年に明るみに出た。NPO が消費者庁に再発防止措置を要請し、最終的に本件は、 内閣も懸念するほどの問題に発展した。この時に、石油元売り各社などで作る、業界団体である、石油連盟の杉森務はく元売り系列で、品質は同等であると認めている。実際に、各社で、ほとんど差がないという評価結果もある。また、気発油等の品質の確保等に関する法律で、各種燃料油の強制規格が厳格に定められており、 販売業者と元売りの両方に業者登録及び品質管理義務が課されている。具体的には石油販売業者は品質について10日に一度の事故、分析義務を負う。石油販売業者はこの分析を全国石油協会などの同法に基づく登録分析機関に委託することもできる。一定の要件を満たした場合は品質維持計画認定制度によって 分析頻度が1年あたり1回に軽減される。その一方で、品質分析義務に違反した場合には6ヶ月以内の事業停止命令が下され、さらに、その命令に違反いた場合には罰則及び登録取り消しの処分が下される。つまり、上記の処罰は、系列 SS、PBSS、無印 SS のいずれにおいても違反が発覚した。 場合には経営存続に疑義が発生するほどに重い処分であり、系列 SS は違反が少なく無印 SS では違反が多いといった偏りを生む原因とはならない。上記とは別に、資源エネルギー庁からの委託により、全国石油協会及び新日本検定協会や日本海事検定協会が、全国の給油所を対象に市販機ごとに芝居分析を実施して、結果を公開している。 不適合や芝居拒否は資源エネルギー庁に報告され、同庁による蒸気の法律に基づく立ち入り検査等の措置が取られる。不正燃料油の問題は本節で衝述するように無印 SS に偏在して発生するというわけではない。不正ガソリンガソリンにはガソリン税が課せられている。脱税目的でガソリンに灯油が混入される事例が発生している。 これはもちろんながら違法行為であり、また、このような燃料油はガソリンエンジンを故障させる。混和経油と密造経油ディーゼルエンジンは、経油を燃料として使うように設計されているが、灯油や永住油でも一応は動作する。経油に灯油や永住油を混ぜたものは、混和経油と呼ばれる。この混和経油でディーゼルエンジンを駆動させると、黒煙を盛大に吹き上げて、 NOX や PM を大量に放出するようになる。ただし、このような行為は燃料体育周りにあるゴム類や金属類の部品を溶かし燃焼温度が高くなって、エンジン故障リスクとコストを増大させる上に、排出ガス規制や保安基準に不適合な状態となる。自治体による抜き打ちの燃料抜き取り検査で、軽油に A 重油や灯油を混ぜた、 コンマ経由の使用が発覚する例が急増している。経由に課せられている、経由引き取り税の脱税目的で、コンマ経由は作られ、コンマ経由は安価で購入できるために、運送会社が、この違法燃料油を使用する例が後を絶たない。具体的には、運搬、運送業者が、石油製品販売業者と共謀して、自社の石油製品貯蔵施設などで、コンマ経由を製造する。 これは、地方税法違反に該当する違法行為であり、販売及び購入の双方が有罪となる。また、灯油の安さに目をつけた運送業などの車両が、セルフ式 SS を訪れて、こっそり灯油を入れる不正行為も頻発しており、東京都によって、石油連盟や東京都石油商業組合に対して、監視を強化する、要緊急要請が行われている。 経油への不正混入を防止するために、経油引き取り税のかからない永住油や灯油には、識別剤として、クマリンが、規定濃度分だけ添加されている。このクマリンの測定方法は、石油学会が定める、石油類試験関係企画である、石油製品クマリンの求め方傾向高度法に、規定されている。クマリンは、アルカリ化水分解により死相をひどろきし、経費酸となり、 さらに紫外線を照射した時に異性化して生じるトランスオーヒドロキシ経費酸からの傾向を測定することで永住油や灯油の混入率が判別される。この摘発を逃れるために硫酸で処理をしてクマリンを除去した密造経油が製造されることがある。クマリンの分解過程で硫酸中にクマリンの分解物に加えて重油中のアスファルト質やゴム質を呼び 硫黄分などが溶け込み、これらが酸化、重合して、硫酸ピッチと呼ばれるタール状の物質が生成される。硫酸ピッチは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で特別、管理産業廃棄物にも指定されている毒物であるが、処理に高額な費用がかかるために不法投棄、または、不適正放置されて問題化した。性能偽装元よりのコスモ石油は、 スーパーマグナムのブランドで販売するハイオクガソリンについて、ウェブサイトで正常剤が配合されており、エンジン内部の汚れを取り除くとの虚偽の宣伝を行っていた。実際にはそのような事実はなく、同社は記載を削除した。メンテナンスの観点では、蒸気性能の有無で、経年によるエンジン状態の劣化に大きな差が発生する。 元売りのキグナス石油は α-100 のブランドで販売するハイオクガソリンについてウェブサイトで億単価は100であると虚偽の宣伝をしていたが実際の億単価はそれより低かった。高億単価のガソリンを指定している高性能者にとっては規定値下限である億単価ではエンジンでノッキングや早期着火が起こりやすくなり寿命の短縮につながる。これらは 不当形品類及び不当表示防止法違反や、刑法違反に該当する可能性がある。廃屋ガソリン偽装全国の SS に対して、資源エネルギー庁からの委託で、芝居分析調査が行われていることは記述の通りで、ある。2008年から2012年までの5年間で、全国で、延べ209カ所もの SS で、レギュラーガソリンが、廃屋ガソリンと称して販売されていた。 ありがとうございます。